た。こんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、ここに来て、はい、巨人の浅野選手がもう大活躍してます、はい、そうだね、まあ、あのヘルナンデス選手が負傷をしてから、そこから1軍に昇格して、まあ、すぐにスタメンということもありましたけれども、そこから非常にいい成績を残してますね。まあ、でもね、最初に使われたことが、はい、まあ、満塁ホームランとかありましたね、まあ、そういうのにつながったし、はい、まあ、非常に、まあ、彼にとってはいいスタートが切れたよね。そうですよね、うん、だから、まあ、そういう一つのノリっていうのも、はい、あ、いい具合に加味されてるよね、はい。まあ、ここまで4試合連続スタメンで起用されていて、打率がその中で3割3分3厘というところで、はい、ね、あの、まあ、満塁ホームランも打ちましたし、昨日でしたっけ、自身初の3塁ベースも放ちましたし、はい、去年ルーキーイヤーで、今年どこら辺がなんかここに来て大きく、やっぱね、大人になったな、少し、うん、あの、精神的にも、はい、やっぱこの最初の1年目っていうのはお客さんみたいな形で、うん、みんなにもいじられ、はい、まあ、今でもいじられてると思うけども、うん、なんかこうできなくて当然というふうに見られたものが、はい、今年はできなきゃいけないよっていうようなところをクリアしてきているような、はい、できるようになってきているというか、うん、だからそういう面は、あの、少し大人になってきたのかなっていうのはすごく感じるし、はい、あとはやっぱこう、なんていうのかな、こう1年間気づいてきたものというか、うん、で彼もその高校の時中心でやってたし、はい、その高松商業っていうのは自分のチームっていうふうに、うん、まあ、思いながらやってたと思うんだけども、やっぱそういうことが少しずつ芽生えてきてるというかね、はい、俺がやらなきゃいけないとか、俺もできるんだというか、うん、そういう意識ってすごく大切だと思うんだよね、はい、まあ、それと技術的にはやっぱ広角に打てるようになってるということ、うん、で阿部監督がもう盛んに言ってたのは、やっぱ右にも打てるようにしなきゃダメだと、はい、まあ、その結果が昨日そうですね、まあ、三塁打という結果になって現れて、はい、まあ、阿部監督も嬉しかったと思うんだけども、うん、お声も下に落とした時に、はい、お声にも言ったらしいんだよ、やっぱり右で右方向に打てるようなバッティングを身につけてくれと。だからそういうことを身につけるということは、うん、やっぱチャンスも広げることもできるし、はい、やっぱこう三振しないというか、うん、粘れるというか、まあ、そういうバッティングを身につけてくれって言って、それが確実にその浅野はできるようになってきているという、うん、だからまあ戦力としてはもうしっかり見てるよね。あの阿部監督は、そう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 、あと、あの、昨日のそのスリーベースヒットについて村田真一さんがちょっと話されてたんですけれども、あの、三塁打を打ったということ自体もちろん素晴らしいんですが、それが逆方向でしかも外野の頭を越えたというのに驚いた。ルーキーだった昨年はドアスイング気味で右に長打が出る雰囲気はなかったからね。ファームを見ていても4月5月はいまいちだったけど、今は内側からバットが出てヘッドが走っていると高く評価、うん、されていたようなんですけれども、このあたりというのはこの村田さんが言っていることというのは、まあ、それはあの村田が、うん、そういうふうに感じたんだから、うん、そういうふうに浅野の見方をしてたんだろうね、うん、だから俺はそこまでその浅野のバッティングがどうのこうのっていうのを見る機会もあんまりなかったし、うん、はい、まあ、今回上がってきて確かに昨年はあの満塁ホームランを打ったのでも少し抜かれてるんだよね、はい、でもそれを溜めて引っ掛けないで乗せて運んだという、そういうバッティングができたから、ああ成長したなとは思ったよね、うん、まあ、去年の打ち方をしてるんだったらあれがファールになってるだろうなっていうのは感じた。だから同じようなことは感じてたんだろうけども、はい、やっぱこう村田の方がよく見てるなという感じがするよね、うんうん、そのバットとかも今は内側からバットが出てヘッドも非常に走っているというのは、やっぱそのファームでこの夏上がってくるまでの手前まで何か自分的に試行錯誤したり変えたりとか、そういうことをしっかりしたね。まあまあ、やっぱりこうインサイドアウトにバットを出そうっていうような、うん、まあ、狙いがあって、はい、まあ、それが出ないと、それができないと外野の頭っていうのはさ、うん、特にライトの頭なんか超えていかないよね、はい、でもそれはもう本当にフェン職になるぐらい、まあ、力もついてるし、うん、バットの出方も非常にスムーズになってるということ、はい、だからそれを考えるとやっぱり一生懸命練習してきたんだなっていうのは伺い知ることができるよね。そうですよね、うん、あとはこれが一過性のものではなく、自分の何か習得して何か一つ得た結果が今出てるっていうこと、ね、まあそうだね、うん、まあ、それとその打った感触っていうのは一本ずつこう残っていくから体に染みついていくもんだからね、だからああいうの打ち方っていうのはどういうふうにバットを出してどういうふうに当たったっていう
感触は体の中に残されてるはずだよ、うん、それが多くこう積み上がっていくとやっぱアベレージも良くなっていくし、はい、狂わなくなってくるよね。そうなんですね、うん、あとはやっぱり昨日森下投手エースクラスだったので村田さんはさすがにこの試合は浅野選手ベンチスタートかなと思ったけれども使われた、やっぱり阿部監督に期待されているという証拠だというふうにも話されていたので、うん、やっぱり先ほど豊さんもおっしゃったようにもう戦力の一つとしてを見ているということなんですね。だからまあ勢いがあるうちはねやっぱ使い切った方がいいし、はい、そこで浅野が使い切ってもまだ余力が残ってるっていうようなことになってくるとレギュラーという座が見えてくるけどもね、はい、出し切ったああもうダメになった、これじゃあまたもう一回チャンスをもらって、はい、いけるところまで行ってっていうことになるから、うん、だからもう本当にこうちょっと下がってもすぐまた上がって、こうだん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 こう株価のように上がっていかないと、うん、そうね、株価は下がるから今はね、そうです、まあ、株価はちょっと別問題として、はい、こう押し問答があって上がっていくようにいい、うん、はい、常にこう上がるイメージを人に植え付けないとな、はい、そしたらレギュラーの道も早いと、うん、今8番打ってるんですけれども、はい、これは8番のまま変えないんですか、この打率でも。今変える場所がないんだよね、まあ、例えば1番丸、はい、吉川、うん、これを固定だよね、はい、で3番の、まあ、ヘルナンデスがいなくなって、うん、はい、まあ、外国人モンテスを、ね、はい、使うけどもこれいつまで使うかわからないし、はい、まあ、ここら辺が流動的なんだけど、はい、じゃあ浅野を3番打たすかっていうとさ、うん、いやまだちょっと早いだろうっていうようなことになるよね、はい、そしたら坂本上げてみたいな、で大城が5番6番打ったとしても、はい、このぐらいが今いいとこだと思うよ。行って、まあ、6番とか、うん、今例えば7番に門脇選手、8番浅野選手ですけど、この7、8っていうのは変えたりっていうのは特にはないんですか。まあ、まあ状態だよね。それとその相手の先発ピッチャーが、うん、まあ、彼らは右左で分かれるから、はい、だからまあ先発ピッチャーのがどういうタイプかによって分けても構わないよね、うん、だから今日なんかは7に上がってくる可能性だったら十分あるんですね、まあ、相手がどこだっていうことを考えると、はい、まあ、そのまま使われるんだったら奈良朝の八角巻にしてもいいしね、はい、うん、だからまあここら辺はもう阿部監督がどういうふうに頭の中でシミュレーションをするかだから、だからそれによってはちょっと変わるだろうけどもね。あとはこのままの調子で打率でいったとしてもちょっと休ませる日も作ったりっていうのはありますか。まあそれはね、まだ言ってもプロに入って2年目、はい、ね、2年目終わってるわけじゃないから、うん、いやだから、まあ、まあ疲労があるんだったらもうちょっと休ませた方がいいだろうけども、うん、まあ阿部監督の性格だったらそこ乗り越えないといけないよねっていうようなタイプの監督だからね、うん、あんまり甘いことはさせないとは思うけども、まあそこまで頑張り通せるだけの浅野は気持ちはあると思うよ。なんか強い精神力も雰囲気から持ってると思うよ。ですよね、もうおっさんみたいだから。おっさん、いや本当ですよね。いや本当に。ただあのおっさんの太ももすごいですね。いやすごいよ。競輪選手かと思いました。いや本当な、うん。でも一生懸命ね走り。馬力がありそうだよな。ね、あの本当にね大柄じゃなくてちょっと小柄なタイプなんですけど筋肉とか足の太さすごいですし一生懸命走りますし。つま先で走るよ。テケテケ。可愛いですけどね。いや可愛い。可愛いですよ。いつの間にかこう走ってるからね。いやそうなんですよ、そうなんですよ。ただ面白いあの阿部監督のコメントも出てまして、あの昨日そのプロ初三塁打を含む2安打をマークした浅野選手の話題が飛ぶと、ね、いいところもたくさんあったんでね、まあ、でも大差で負けちゃいましたけどカープとこれで五分になったのかなと思って明日切り返してねまたやりたいなと思っていますというふうにコメントしているんですが、大差で負けちゃったけれどもカープとこれで五分になったと。で、まあ、浅野選手の話の流れからそれが出てきてるんですけども、これはどういう意味合いなんですかね。まあでも対戦成績が一緒になったということじゃない、単純にそこを取ったんですか、ね、いやそこだと思うよ、うん、ここからもう一回スタートだっていうようなことじゃないの、うん、特にその浅野選手のあのバッティングが何かカープを攻略したとかそういうわけではないみたいな、隙を見つけたぞみたいな、まああのバッティングで隙は見つからないよね。ただやっぱこうそういうことができるっていうことが分かっただけでも、うん、例えばエンドランかけれるなとか、あそういうのがあるよね。ああそういうことですね。そうドアスイングで接点なく空振りされたら、うん、アウトのさ
なるっていうこともあるし、はい、でもやっぱこうなんていうのインサイドから出してきて面を長く使えてると、うん、まあ、空振りのリスクも少ない、うん、まあ、そうなってくると浅野にもエンドランという確率が出てくるという、あ、なるほど、まあ、そういうことは感じただろうなとは思う。まあ、いいバッティングだったけどな、右の方向にも、ね、そうですよね、まあ、でも課題というふうにされてる、まあ、若手は特にあの要求されてると思うんだよ、右打ちっていうのをね、はい、ジャイアンツはで安倍監督もその右打ち習得してこいっていうぐらいだから、そういうものが一つ一つ技術として相手の攻略にプラスになっていくようだとすごくいいことだと思うけどね、はい、まあ、大体ね反対側にね引きつけて打たれるっていうのは気色の悪いもんなんだよ、ピッチャーって。嫌なんですね。やっぱまあ三振取るのは厳しいなとか、はい、でチャンスの時三振が一番良くないじゃない、うん、でもなかなか三振しないっていうなるとさ、やっぱそれなりに神経使うしな、はい、だから右打ちっていうのは時として効果的なプレッシャーを与えるというかさ、うん、まあ、そういうことはあると思う。そうなんですね、まあ、でも本当巨人あのヘルナンデス選手が骨折して離脱という時にじゃあどうなるんだっていうふうに、まあ、豊さんもそのヘルナンデス選手の代わりが誰ができるのかっていうのもおっしゃってましたけど、浅野選手は緊急で昇格してこうやって結果を残してくれるというのはチームにとっては、まあ、心強いよな、はい、まあ、一つの成長も感じるし、うん、ただヘルナンデスは3番でいなくなってるから、だから浅野が3番になスッと入れて、うん、今の活躍ができているんだったら安心だけど、そうか、やっぱ8番を打たしているということ、ポジションは埋まってるけども、はい、やっぱ打線の流れとか、うん、打線の脅威だとか、そういうものはやっぱこうちょっと抜けたままだよね、まだね。まだ隙間というかそこは埋まってない状態なんですね。まあそうだな。だからまあそこら辺だよ。うん。うん、でも浅野はよくやってると思うよ。そうですね、いや本当に。ここからさらに活躍するためには浅野選手が豊さんだったらどういうことを求めますか。いや、このままも継続していくことだよ。継続、うん、で、なんていうのかな、まあ、走塁も良くなってるし、まあ、守備もね、思い切ったプレーもしてくれてるし、はい、だからバッティングもホームラン打ったり右に長打打ったりだとか、うん、まあ、今のところは言うことはないよね、うん、いやだからもう継続していくしかないという。そうですよね、まあ、そうそうそう、本当数少ないチャンスを今ものにできてるのかなっていう。まあそうだな、うん、いやだからもうその誰が帰ってきて、まあ、ちょっと調子が落ちて誰かを使うかもわからないけども、はい、まあ、一軍のベンチから外されないようなね、はい、まあ、そういう選手にはなってほしいよな。そうですね、ああ